キビタキは、スズメメヒタキカノビタキアカに分類される鳥類の一種。サハリンから、日本列島全土とその近隣、中国の一部地域で繁殖し、陶器は、フィリピンやボルネオ島などの東南アジアへ渡りを行い、越冬する。日本では、夏鳥として、全国の山間部で、元足のキビタキが普通に見られ、福島県の県庁に指定されている。 先島諸島に生息するアシュの琉球キ,キビタキの一部個体群は琉鳥であると考えられている。アシュのキムネビタキは中国で繁殖するが稀に日本にも飛来する。全長13から14センチメートル。オスは頭部から背面にかけて黒く、眉半腹部と腰は黄色。翼に白いブチがある。喉は鮮やかな刀工色である。 メスは、上面は、褐色で、腹部は褐色がかった白色。また、オスの幼鳥も、メスとよく、似た褐色で、野外で幼鳥の性別を判断することは、ほぼ不可能である。琉球キビタキは、さらに三つのアシュ役マキビタキアマミキビタキ琉球キビタキに分かれるという学説もある。アシュのキムネビタキは、 別種とされる個生体産地の明るい雑木林に住み、昆虫類、節足動物等を捕食する。自軸空中捕食や地上彩食もする。ピッコロロ、ピッコロロと美しい声で鳴く。さえずりには多くの種類があり、生息地域によっても異なる。また、キビタキの転生は大変に変化に富んでおり、時には、 帽子つくつくと、まるでセミのつくつく帽子の鳴き声と、そっくりなさえずりをすることがある。他の鳥類の声を真似ることもある。ありがとうございます。